オースキャンプ、セイロン、1945年、1944年6月6日、D-Day のノルマンディ上陸作戦、傾斜版にノースモーキングサイン。アメリカ合衆国軍の喫煙は、これまでの戦争においてみられるが、喫煙とアメリカ合衆国軍の身近な関係はタバコ会社が、軍人への紙巻きタバコの配給と、最終的な食料品への紙巻きタバコの同梱を、 通じて軍人をターゲットにするようになった第一次世界大戦に始まった。軍はタバコ規制率先の実行を試みているが民間人の喫煙率低下にもかかわらず喫煙と軍人の関係は高い喫煙率のまま持続している。そのような高い喫煙率は明白な健康リスクから軍備と訓練の損失に至るまで喫煙の影響に関する諸問題を引き起こしている。 d-day のオマハビーチの負傷兵。1918年の第一次世界大戦への合衆国参入とともに、タバコ会社は、紙巻タバコを全部隊の指揮を上げ兵士が置かれている状況から、心理的逃避をする手段として、軍人をターゲットにして売りつけ、合衆国軍の軍人の間で、紙巻タバコの使用は、劇的に増加した。紙巻タバコは、戦場の生活に、 とても調和したため、これらの快楽と安楽のシンボルは、通貨の一形態として使用もされた。すでにこの当時の初期の、反タバコ運動は、紙巻タバコを肉体的、精神的危険とみなし、1918年までには、以前から反、紙巻タバコ組織と軍は舞台に、紙巻タバコを配給することへの反対運動の、支援を開始していた。ニューヨークタイムズは、紙巻タバコが、 戦争の免れない苦難を照らしたという声明によりこれらの反対運動への支援を情報収集し他の報道機関は紙巻きタバコを最低で負傷兵の慰めでしかないとして描写した第二次世界大戦の勃発とともにタバコ会社は無料の紙巻きタバコを舞台に送り兵士の食料品への紙巻きタバコの同梱を支援し この戦時中の喫煙文化の促進を継続した。広告はまた紙巻煙草を送って兵士を支援することを機関市民に奨励した。1950年代において喫煙とタバコ使用による有害な健康影響の証拠が上がっていたにもかかわらず、軍は1975年まで食料品に紙巻煙草を同梱し続けた。タバコ問題を含むプリベントコースの冊子。 喫煙の健康リスクに関する科学的データと部隊における喫煙の影響に関する情報とともに1975年アメリカ合衆国国防総省はレーションとシーレーションへの紙巻きタバコの同梱をやめた1978年までに国防総省は喫煙エリアと禁煙エリアの指定などの基礎的喫煙規制を実行した1985年に 国防総省は軍人の喫煙率が米国市民の喫煙率より著しく高いことを明らかにする研究を行い、喫煙は部隊において負の影響をもたらすと結論を下した。その報告はまたタバコ関連のヘルスケアコストの見積もりを20億9900万ドルほどの高さであると言及し、店舗からのタバコ製品排除、民間水準へのタバコ値上げ、喫煙をやめる。 教育的プログラムの実行など、軍の喫煙を抑制する見込みのある方法を勧告した。1986年に国防総省令1010.1例は国防長官キャスパー・ワインバーガーにより発せられ、強力な反喫煙作戦、全軍人の全階級であると通達した。それは喫煙と他にアルコール消費のような健康リスク行動に関する政策を設立した。 その政策は、基礎トレーニング中のタバコ使用を禁止し、指定禁煙エリア数を増加させ、ヘルスケアプロバイダーの勤務中の喫煙を禁止した。その政策の目標は、すべてのタバコ使用率を民間人の使用率以下に低減すること、全職員と現役勤務の使用率を1990年までに52%から25%に低減することである。1992年に、 国防物資配給局連40から13政策は物資配給所と交換所が特別に軍人に向けられた。1993年にアセス・ルーズベルトは初の禁煙海軍官邸になった。1994までに国防総省は勤務地の喫煙を禁止する司令戦10.1号を実行し屋外喫煙エリアを指定し新規隊員に向けた。 喫煙の健康影響に関する情報通達と喫煙者の禁煙促進をする教育プログラムの前進を創設した。1997年の行政命令13,508は政府による所有、賃貸、リースのすべての屋内空間における喫煙を禁止したが国防総省は小施設に対して禁止に3年の段階的導入を承認し、 最終的に2002年12月7日に禁止を実行した。これらの試みにもかかわらず、1988年までに喫煙率は42%に低減しただけであり、民間人の喫煙率をはるかに超過していた。万円は1980年から1998年までに29.9%へ大幅に低減したが、それ以来増加し、依然増加が見られる。 ベトナム戦争、1969年。軍人の若い人口統計と新人に関連する、喫煙開始による世界の軍事市場の後期に気がついて、タバコ産業のロビー団体としての役割を持つ、タバコ協会とフィリップ・モリスは、これら新たなタバコ規制の率先を脅威として受け止め、政府の方針をうまく回避する戦略を考えた。タバコ産業がその軍事市場を守る、他の動機は、 軍人が軍を去るか引退すると、部隊勤務年間において発達した消費者製品、先行が後に民間市場利益に移動することが予想されるという認識されている現象であった。1986年の指令戦1 0 1例の実行の後、タバコ協会とフィリップ・モリスは直ちに政策に反対して、タバコに好意的な政治家の援護を求めて動き始め、政策は 軍の募集、維持、指揮にネガティブインパクトを与えるであろうと例を挙げていた。さらに、政治家たちから国防長官ワインバーガーに送られた手紙は、個人の権利と各人の喫煙する権利の侵害について言葉巧みに請願した。このような政治的ロビー活動は、指令戦1 0 1 0の実行の制限と、さらなる延期に役立った。国防総省は、戦争時に、 紙巻きタバコを無料配布する慣例をやめたが、タバコ会社は湾岸戦争の間に無料の紙巻きタバコをサウジアラビアに駐留する兵士に配布するキャンペーンを開始し、しかしながら最終的に国防総省に拒絶されることになった。それにもかかわらず、フィリップ・モリスはその後ダイレクトメールを通した販売キャンペーンを開始し、配備された部隊へのトランプやカップホーンカバーのような、 ブランド化されたグッズ配達を含んだ販売促進を拡張した。花肌不思議なことには、軍は実際のところ、サウジアラビアにおいて、軍の店へ積み荷を配送する際にタバコ会社を政府支出で援助した。他の物議が起きたのは、舞台に雑誌を送る民間事業オペレーションデザートニュースからの寄贈雑誌に、RJ レノルズが社名を表表表紙に置き、キャメルの広告が、 裏表紙に掲載されていることが発見された時である。広告を原因とする国防総省による最初の拒絶にもかかわらず、RJ レイノルズと政治家からの継続的圧力は、軍人に向けられたタバコブランドの販売促進を禁止する軍事政策をないがしろにし、その雑誌が広告とともに政府支出で配達されるようにした。加えてフィリップ・モリスは、 マルボロホリデーボイスカードプログラムの開始により、会社の交換を発展させるという目標とともに、マールボロブランドの販売促進に集中した。10カ所の軍事基地に泊まり、フィリップ・モリスは、グリーティングカードに入れられたチップ状にメッセージを記録することを目的に、中流軍人の家族を招待し、後で中流軍人が、このようなメッセージの記録を公に再生できるように、した。 軍人に向けられたタバコのブランドによるプログラムに関する国防総省の政策に違反しているにもかかわらずフィリップ・モリスはアメリカ国防兵単局、指揮、福祉、レクリエーション施設本部、基地の司令官からプログラムを実施するための許可を受けた。さらに軍隊が1991年の戦いから撤退した後、 タバコ会社は広範囲にわたるブランドの販売促進を特色とする帰国軍隊のためのウェルカムホームイベントのスポンサーを務めた。国防総省は軍人のタバコ使用を削減する政策を規定したが、軍の喫煙の文化的要因だけでなく、タバコ会社の巧妙な努力がタバコ販売促進と軍人の喫煙削減というまぜこぜのメッセージを作り上げたのである。海軍ヘルスクリニック、 ハワイ、2010年。キングス米海軍潜水艦基地メディカルクリニック、2010年。2005年に、軍人の喫煙率は32.2%となり、対して、民間人の喫煙率は21%である。その比較的高い喫煙率は、軍のある側面が喫煙を助長していることを示唆している。これらの要因は、同僚からの影響、戦闘のストレス、退屈感、 廉価タバコ製品への容易な接近などである。タバコ使用の増加につながる可能性のある他の要因は直接戦闘との距離である。ある研究は、非喫煙者の間で後方配置軍人の1.3%に喫煙開始が見られ、実戦配置されている軍人の2.3%に見られることを発見した。過去に喫煙していたものの間で喫煙の再開は、 実戦経験のない軍人の二十八点七パーセント、経験ありの軍人の三十九点四パーセントに発生し、喫煙は前者で四四十パーセント、後者で五十七パーセント増加した。イラクとアフガニスタンの駐留米軍は他の米軍の二倍の喫煙が報告されている。軍を去った後でさえ、多数の退役兵は喫煙を続け、二千三年から二千七年の間の 退役兵の喫煙分布率は27%であるという報告があり、軍の喫煙は一生果ての紙巻きタバコ消費の増加と強く連結している。このような喫煙の高水準は国防総省に甚大な損害を発生させている。米軍ヘルスケアシステムの受給者における喫煙のコストは年間9億ドル以上であるという見積もりが1995年に算出され、 直接的ヘルスケアコストが5億8400万ドル、現役職員の生産性損失が3億4600万ドルであった。軍の死亡者の13%を占める自殺もまた、喫煙と結びつき、軍の男性の自殺のリスクは日々喫煙される、紙巻きタバコの本数ごとに著しく増加することが判明している。喫煙はまた、喫煙者は訓練終了前の除隊可能性が高まる、ため、 訓練コストに悪影響を及ぼし、米空軍にとって年間1800万ドルの超過訓練コストになり、軍の全部門で年間1億3000万ドル以上になる。国防総省は2010年末までにタバコ使用率を12%に引き下げることを望んだ。目標を成し遂げるために、ペンタゴンのヘルスエキスパートは、国防長官ロバート・ゲイツに軍によるタバコ使用の禁止と、 軍施設でのタバコ販売打ち切りを訴え始めた。海軍は潜水艦での喫煙の禁止を2010年末までに実行した1994年に課せられた屋内禁煙の不相応な抜け道の一つを浮き彫りにした。タバコ会社の粘り強さと軍内の喫煙文化の普及度によって国防総省は政策のためのより強力でより明示的な実行命令と 軍の喫煙率を真に抑制するためのより厳格な執行を要求しうる状況にある。ありがとうございます。